ボストンはアメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。45戦して40師匠の戦績を残したアメリカ初期の名馬であり、死の105年後の1955年にはアメリカ伝道馬に選ばれている。これは伝道馬の中でも1814年生まれのアメリカンエクリプスに次いで時代が古い。歴史新トンの父としても知られる。1833年リッチモンドで生まれる。 その後1835年に生産者であるウィッカムが、ナザニエルといったカードゲームに負け、その負け分800ドルの返済に代わり、ボストンを譲ったという。ボストンという名前も、ボストンではなく、カードゲームの名前より名付けられたとされている。この後ジョン・ベルチャーの下で訓練を受けることになった、ボストンだが、あまりに凶暴な気象のため長教師は、非常に手を焼いた。 一時は虚勢も検討されたほどで、飛んだり跳ねたりして、騎手を振り落とそうとしたり、レースに出れば自分から止まり、果ては他の馬に噛みつくありさまだった。しかしその後、アーサー・テイラーの元に移ると連勝を重ね、3歳から10歳時に引退するまでの8年間に40もの勝利を積み重ねた。その後は種ボバとしてケンタッキー州などで強要されたが、 晩年も凶暴な気象は治らず、さらには若い頃の傷が元で失明してしまい1850年に死亡した。その年に生まれた歴史ン,ンと、そのライバルルコンと、1846年生まれのレッドアイなどの産区を送り出し、1841年から1843年までの3年間、アメリカリーディングサイヤーを獲得している。ありがとうございます。